1, 2, 3. Listen.The shit that I do it, and I'll give my last breath to prove it. See, I'm a vet when it comes to this rap love, and if it's all I have, then I'm good, bruh. Drop the track, step back and watch me do it. If you listen what I'm saying, I'll walk you through it. Guam, date の洋服選んでたら3時間も遅刻しちゃうなんて。ごめん。はい、てなわけで。ハローアサギーニョです。今回はこのショーパンをテーマに1週間着回しコーディネートを組んでみました。1着目のコーディネートはこちらです。てってれーん。はい、このコーデはなんていうか男性受けをしやすいトップスなので、デートとかにすごくぴったりかなと思ったので、デートのシチュエーションを考えてみました。上のこのトップスはもうね、可愛らしいポイントはもう全部が詰まってるんですよ。フリルにこの袖元首元のフリフリでしょ、あとはこのレース、鉄板のレースね、あとこのゆたっとした感じ、しかもこの中にドットが入ってるのだから可愛らしいフェミンな要素はすごく詰まってるので、下がすごく可愛らしいスカートとかパンツとか綺麗めな感じにしてしまうと本当に私っぽくなくって、そちらのタイツで入れてみました。カラータイツ、これは緑っていうのかな、ブルーっていうのかな、青緑っぽい感じの色でポイントカラーを入れて、下はコンバース。でも男性はカラータイツが嫌いな人がすごく多いらしいのね。嫌いっていうか苦手っていうか可愛いと思える男性はすごく少ないので、自分の好きな彼とか一緒にデートする相手がふわふわ系の優しそうな柔らかいそんな女性が好きっていうタイプでしたら、このカラータイツはおすすめしません。じゃあ2着目のコーディネートはこちら。2つ目のコーディネートはこちら。なんかさ、1個目さシチュエーション決めたけどさ、2個目からがさしんどすぎて。シチュエーション何、逆に何。ポップコーンの素材生地なんだけど、ポップコーン生地っていうのはね、生地なのか素材なのかわかんないけど、すごく大好きなんよこのシリーズで。このポップコーンの生地には珍しいお花柄が入ってるのがすごく気に入ってます。こういうデニムの濃い色のデニムを着てるときは、だいたいトップスもちょっと色味が濃い色が入ってるやつを選ぶかも。こんな感じのキラキラの靴下です。綺麗めな印象でやりたかったから、ちょっとキラキラで合わせてみました。ちょっと個性的な素材なので、女子と遊びに行く時とかのシチュエーションで着るコートが多いかも。あとこのポップコーンの生地はめちゃくちゃ伸縮性というか、なんていうの、ビニール着てるみたいな、もう服を着てるような感覚じゃないので、旅行とか行く時とかの着替えとかにはすごくコンパクトになるから、これを持っていきます。以上、次のコーディネートはこちら。じゃーん、じゃじゃじゃん。これは結構アメリカンな感じの古着なんだけど、ちょっとなんかシティが、なんていうの、アメリカンとしか私のボキャブラリーでは出てこないんだけど、ユニバとかなんか海外っぽい感じのところに行くにはすごくいいかなって思う。シチュエーションなのこれは分からないけど、ハンバーガーとかさ、ホットドッグとかさ、そういうのが似合いそうじゃない。ドーナツとか、ドーナツ、ステーキとか、ガウってかぶりつく感じの野生的な、そんなワイルドな感じ、結構ラフな感じだから、綺麗めな場所に行くとかより、旅行行く時とかドライブする時とか、あとちょっとピクニックみたいな感じでワイルドにこうやってへって座れるような感じのとことか。で、靴下は赤です。中は黒とかでも、あの人によってはいいと思うんだけど、私は黒は着ないタイプだから、白でちょっとライトな感じにしました。そんな感じでいいかな。こんな感じで風になびくので海とかもいいかも。次のコーディネートはこちらです。さっき白い靴下履いてたんだけど、赤い靴下に履き替えた。赤い靴下もいいなと思って、なんでかってここに赤い色が入ってるから、すごいバランス取れてて、どういいかなと思った。これのコーディネートのシチュエーションはね、やっぱちょっと緑を感じさせるから、公園とか適当になってきてるけど、ほらサンドイッチとかがすごくお似合い。コーディネートにシチュエーション決めるって難しいね。行く場所とか限られてるし。これは本当はね、ワンピースなので、後ろで紐を結んでるんだけど、ほらワンピースでもうこうやって前開けてガウンにして、下ショーパンっていうのはすごく私好きな組み合わせです。で、これすごく気に入ってるのは、見て、ボタンがシェルなの。次のコーディネートはこちらでーす。じゃーん。このトップスは古着っていうか、ほぼ全部古着っていうか、全部古着なんだけど、ボタンとかもすごい可愛いよね。どうしてこれを組み合わせたんですかって言われてもあんまりポイントがないんだけど、でも色味がすごい綺麗だよね。なんかなんとなく合うよね。もうね、そろそろね、コーディネートにシチュエーション決めるっていうのがちょっと難しい。はい、次のコーディネートはこちら。ピンク靴下も
ピンクのトップス、この中のやつだけだと薄いデニムの方が合うかなと思ったんだけど、この濃ゆいピンクを持ってくることで結構しっくりきたかも。やっぱりトップスがこうなんか淡い系のパステル系とかだと、下もデニムはこう水色とか淡い色を持ってきたくなるんだけど、ちょっと濃ゆい色を入れることですごくしっくりくるかなって思います。で、私今回ドクターマーチも持ってきたんだけど、白コンバース何でも合う説判明、白コンバース無敵説。あとはこれのコーディネートのシチュエーションだけど、本当にまたシチュエーションを考えるっていうのが難しいんだけど、ちょっとインパクトがあるので、ライブとかイベントごと普段遊びに行くよりちょっとこうワクワクする時に着ていくかなっていう感じです。どうか。次のコーディネートはこちら、こんな感じ。このコーディネートは結構もうカジュアルっていう感じ。 T シャツだしね。なんかこれは古着屋さんで買ったアディダスの昔のやつ、キルティングのこの、びっくりした、脇に穴が開いてるみたい。タイツをオレンジにしました。靴下もオレンジ、可愛いんじゃない。デニムの色とこのオレンジの色合うんじゃない。この服のシチュエーションですよね。友達ん家に遊びに行くとか。やっぱり今回私は思った、服装コーディネートにシチュエーションを考えるっていうのはすごく難しいこと。だって行く場所なんて考え限られてるもんね。なんだろう、今日の動画は私の1週間のコーディネートをみんなに見せつけるっていう、それだけの動画だったんだけど、楽しんでもらえたでしょうか。楽しんでもらえてたらそれはそれで幸いです。ですがすごく着替えるのが大変だった。ファッションの動画はやっぱり着替えるのがすごく大変で、ちょっと今後考えたいなと思います。はい、それでも楽しんでもらえたというあなたは、グッドボタンとチャンネル登録とコメントをいただけると私はとっても嬉しいので、また次の動画も見てください。じゃあねー、バキュン。たくさん奇跡が今日を作るから、優しさが未来を作って僕は